はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、とんでもないコスパの、新しいヘッドホンが誕生してしまいました。まあ、最近ヘッドホンで言うと Apple AirPods Pro、それからソニーの WH-1000X Mark IV とかそのあたりの比較とかもやりましたけど、まあ、どちらもやっぱりヘッドホンとしてはなかなか高いんですよね。で、今回、紹介していくヘッドホンなんですけど、購入価格が Amazon で8990円となってますので、非常にコストパフォーマンス高いと思います。1万円を切ってるヘッドホンとなります。で、それでいてですね、なんとノイズキャンセリング、外音取り込み入ってるんですよ。しかもハイレゾオーディオにも対応しているっていうことで、いわゆる全部入りの、まあ、ノイキャンヘッドホンになってるんですけど、価格がなんと1万円を切ってきているっていうモデルになります。それがですね、こちらになります。はい、今回レビューしていくのはアンカーのサウンドコアシリーズ、ライフ Q30 っていうモデルになります。ハイブリッド AMC 対応ですね。まあ、こちらをですね、今回購入してみたので、早速、まあ、開封して、まあ、じっくり使ってみてレビューしていきたいと思います。行ってみましょう。はい、ということで、実はですね、アンカーの音響製品買うの初めてなんですよ。ヘッドホンもイヤホンもそうなんですけど、今回はノイキャンヘッドホンなんですけど、ものすごくコスパいいなと思って、買ってみました。まあ、今年はですね、まあ、ロマンももちろん追求していきたいんですけど、こういったコストパフォーマンスが高くていいもの、まあ、安くていいものっていうのも積極的に探していこうかなっていうふうに思ってます。じゃあこちらね、実際使ってみたいと思います。いや、これライバルがね、本当に3万とかする中で1万円切ってるっていうのはすごいことですよね。結構外箱もね、普通ですよ。まあ、そんなに安っぽいとかもないので、全然いい感じですね。では開けてみましょう。オープン、スッと。はい、出てきまして、まあ、専用ケースもついてますね。サウンドコアっていう風に書いてます。で、ケースは、普通です。はい、特にそんな安っぽいとかもないですね。うん。では開けてみましょう。パカッと開けますと、こんな感じでヘッドホンが入ってます。こちらですね。ヘッドホンの外観も、まあ、高級感がすごいって感じじゃないですけど、まあ、必要十分な外観ではあるかなっていう気がしますね。うん。ちょっと付属品見てみましょうか。ケーブルが、2本入ってます。3.5 ミリのこちら、オーディオケーブルが1つ入ってます。まあ、これでヘッドホン端子で、接続して有線で音楽とかを聴けるケーブルですね。と、あとは USB-C のケーブルが入ってます。まあ、充電用ですね。あともこんな感じで説明書が入ってます。はい、じゃあちょっとね、ヘッドホン見てきますか。まずこれ NFC にも対応してますね。うん。タッチで NFC で簡単に接続するっていうことができる。タッチ for your transparency ですね。ここで、なるほど。ここでタッチして、外音取り込みモードにしたりできますよっていうことですね。はい、ヘッドホンの外観はこんな感じです。で、このヘッドの部分ですね、ここもクッション性がすごいあってね、柔らかい素材になっているので、装着感とか良さそうですね。で、耳のこのイヤーパッドの部分も普通にね、柔らかい素材になってて、まあ、疲れにくそうです。一応中にこれ L そして R っていう風に書いてます。まあ、右左の文字は中に書いてある感じですね。電源ボタンとノイズキャンセリングのボタンはですね、左側についてます。こちらですね、電源はちょっと小さい感じで、ここにですね、ケーブル刺さるとか USB-C のポートがついてます。で、電源流ししてみます。はい、今ね、ペアリングモードに入りましたね。ちょっとじゃあペアリングしてみます。今ね、 NFC でちゃんとできたわ。で、ペアリングいきます。タッチするだけでいけました。で、接続完了。はい、つけました。やっぱりね、装着してみるとやっぱりそんな高級感っていうのはやっぱりないですね。ちょっとプラスチッキーな質感ではあるかなっていうところは、まあ、随所に感じられます。うん。装着してる感覚としては軽いので結構いいですね。おお。今ね、右側をタップして、トランスペアレンシーって入ったんですけど、これが、まあ、外音取り込みモードなんですけど、全然使えるレベル。うん。まあ、ちょっとこもってる感じはあるけど、ヘッドホンつけてるんですけど、ちゃんとね、周囲の音聞こえますね。この今喋ってる声とかも。で、ノイズキャンセルに入った。タッチ長押しで。しっかり聞いてるわ、ノイキャン。すごい。この右のタッチの長押しで切り替えていくっていう形の操作感ですね。はいはいはい。じゃあちょっとね、実際これで、使ってみます。ちょっとこれから、しばらく使ってみるので、使用感とか最後にちょっとまとめてみたいと思います。
はい、ということで、しばらくですね、こちらのアンカーのヘッドホンをですね、使ってみました。びっくりした。これはね、すごいよ。まず1万円以下っていうね、価格を考えた時に、これだけの完成度を出してるっていうのは、正直言ってすごいと思いました。もう価格破壊って言ってもいいぐらいですね。費用対効果の部分がかなり尖っていいと思いましたので、ちょっと細かいレビューの方をしていきます。まず音質についてですね、ヘッドホンといったらやっぱり音が大事だと思うんですけど、もう初見でね、結構びっくりするぐらい低音が強いです。はい、重低音強めの、ヘッドホンとなっておりますので、ガンガンね、響き渡る重低音が欲しいよって人は、使っていて満足できるヘッドホンかなっていうふうに思います。傾向としてはドンシャリ傾向で、低音強め、中音域、高音域もそんなに潰れてるってこともないので、初見で使っていて普通にいい音だなっていう風に感じられました。で、ドライバーサイズ 40mm ということで、しっかりと大きいドライバーも入ってるので、音に余裕があってですね、まあ、ヘッドホンならではの音の厚みとか深みっていうのも感じることができます。その上で、まあ、重低音が結構目立つほど強いので、まあ、結構ね、ジャンル的にはロックとかメタルとか激しめの曲を聴いた時に気持ちいいっていうのが、感じたポイントになります。で、いきなりパッと使うと、あれこれ結構ソニーと近いんじゃないっていう風に思ったんですよ。で、直後にソニー WH-1000X Mark IV を聞いてみると、まあやっぱりさすがにですね、まあ、ソニーの方が、まあ、解像感だったりとか透明感とか音のクリアさの部分が、強いかなっていう風には感じました。なので、まあ、比較すると、あ、やっぱりソニーいいよねっていう風にはなるんですけど、まあ特にあえてこういった上位機種とかと比べたりとかをしなければ、特に不満なく、まあ、違和感なく使えるヘッドホンかなっていうふうに思います。まあこの音の時点で1万円以上の価値はあるんじゃないかなっていうふうに思いました。 Bluetooth のコーデックは SBC と AAC となってますので、まあソニーは LDAC とかに対応してたりとか、より上位のコーデックに対応してるヘッドホンもあるんですけど、こちら AAC までとなっております。ちなみにですね、こちら、アンカーのアプリがあるんですよ。ちょっとアプリの方をお見せしていくんですけど、はい、こちらがですね、専用アプリになってまして、Life930 という風になってるんですけど、まず、イコライザーっていくと、プリセットとカスタムがあります。で、プリセットに進むとですね、今デフォルトなんですけど、このイコライザーデフォルトの時点で、重低音めっちゃ強いので、まあこちらにおすすめタグもついてるんですけど、まあ、普通にこのデフォルトでも、十分満足できると思います。まあちょっと音が軽いとか、まあ、霞んでるとかそういうこともなく、バランスよく重低音強めの音っていう感じ。で、こう下に行くとですね、ぐわっとこのジャンル別にプリセットがめっちゃあります。何個あるこれ ?2。石、ロー、ヤー、トー。11列の22か。22? すごい量あるんですよ。いくつか試してみて、ロックとかも試してみましたし、あとエレクトロニックとかね、いくつかのプリセット試したんですけど、プリセットも決してこの、手抜きしてないというか、まあ、こんだけたくさんプリセットあるんですけど、まあ、それぞれがちゃんと特徴を捉えてるプリセットになるので、ジャンルごとに聞いてみて、自分の好きなプリセットを見つけるっていうのも面白いと思います。で、さらにカスタムといくとですね、これ。かなり細かく、この音域ごとに、音をカスタムすることができるようになってます。これはすごいですよね。で、これで、まあ、保存できるんですよ。カスタムプリセットね。名前をつけて保存することができます。こんな感じで。ということで、プリセットの自由度、まあ、イコライザーの自由度がかなり高いっていうのも、かなりいいかなっていうふうに思いました。で、あとはモード設定ですね。こちらノイズキャンセリング、外音取り込みモードとか、あと標準、これは何も入ってない状態っていう形でモードの設定もできるんですけど、じゃあちょっと次、ノイズキャンセリングについてお話ししていきます。はい。ノイズキャンセリングが、かなり強いです。思った以上にしっかり効くんですよ。まあ、1万以下のヘッドホンでノイズキャンセリング入ってますっていうモデルも、まあ、あると思うんですけど、やっぱりその中で、ノイズキャンセリングとか外音取り込みって、まあ、比較的軽視されがちでですね、音はまあまあだけど、ノイキャンはちょっと微妙とか、そういう風になるヘッドホンが多い印象なんですけど、これはですね、そんなことがなくて、ノイキャンもしっかり効くんですよ。今のところソニーが、一番強いかなと思ってるんで、10点とします。で、AirPods Max も結構強いけど、ソニーよりはちょっと弱いかなと感じるんで、9点ぐらい。って考えると、まあ、このアンカーのヘッドホンは8点ぐらいかなっていうところ。だから、ハイエンドヘッドホンよりはちょっと弱いかなとも思うんですけど、十分なノイズキャンセリング性能が感じられます。まあ、外で使ってる時に、まあ、これでノイキャン入れて、まあ、音楽を聴いたりとかっていう風にすると、まあ、比較的静寂な空間の中で音楽を楽しむことができる。で、モードの話になるんですけど、
これね、交通機関、屋内、屋外でノイズキャンセリングのモードを3段階で、ね、調整できるんですよ。まあ、自分が今どこにいるかによって使うノイズキャンセリングのモードを切り替えてあげると、その今いる場所に最適なノイキャンで使うことができるっていう形になります。はい、これ面白いですよね。で、ちなみに外音取り込みモードですね。外音取り込みモードなんですけど、これがねかなりしっかり聞こえるんですよ。これも、まあ、AirPods Max が、まあ、最高クラスかなと思うので、まあ、AirPods Max とか、Bose のノイズキャンセリングヘッドホン700とか、その辺が外音取り込み最強クラスで、ソニーはちょっとね、外音取り込み機能は劣ってるところがあるんですけど、これは、ソニーと同じか、ソニーよりもちょっと下かなぐらいです。だから最高クラスではないけど、しっかり使えるぐらいの外音取り込み機能が入ってるので、まあ、かなりこれもね、使いやすいと思います。で、切り替えは、さっきもお見せした通り、ヘッドホンつけて、この右を長押しすると、ノイズキャンセリングと、外音取り込み機能ですね。これ切り替えることができます。はい。まあ、さっきちょっとこれをつけてですね、コンビニに買い物行ってみたんですけど、この外音取り込みモードにして買い物しても、しっかりね、普通にお会計とかできましたので、ヘッドホン外さずに、まあ、会話をするとか、会計をするとかっていうこともできます。はい。だからまあ、十分使えるレベルの性能があるっていうところですね。で、次ちょっとね、マイク性能について、チェックしてみました。はい、今回はちょっとスマホのボイスレコーダーで、これ今接続してる状態なので、これでちょっと収録してみようと思います。いきますね。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらがですね、アンカーのサウンドコアライフ Q30 っていう、モデルですね。こちらのヘッドホンを使って、音を収録してます。音声の方はいかがでしょうか？こんな形になります。マイクの性能はこんな形になります。結構思ったよりも、この低い音、低音域をしっかり拾うマイクだなと思いますので、ヘッドホンとしてのマイクの性能は十分かなと思いました。で、その他面白いところとしては、これね、2台同時接続できるんですよ。マルチポイント接続っていうことで、2台同時に接続ができます。だからまあ、パソコンとスマホとか、スマホ2台とかっていう形で、2台同時に接続することができるっていう作りになっているので、そこもまあ非常にありがたいポイントですよね。で、気になるところはあるのかっていうとですね、まあ、ヘッドホンの、まあ、この外観デザインはまあいいかなと思うんですけど、まあ、こういうタッチする部分とか、こうよく触る部分とかが、あの素材がプラスチック素材なのかな。まあ、このあたりの作りというか手触りがちょっとチープな感じがするっていうところはちょっと気になりますけども、その分軽かったりするので、まあ、装着感はいいし、この音に関係ないところで、このコストを削減していることによって、まあ、これだけのコストパフォーマンスが出せているので、まあ、ちょっとチープに感じてしまうところはあるんですけども、それはしっかり価格に反映されているので納得できるかなっていうところですね。で、あと気になるところとしては、背面見てみるとわかるんですけど、かなりね、ボタンが多いです。はい。再生停止とか、音量のアップダウンとか、曲戻し、曲送りとかは、こちらのボタンで操作します。で、音量のボタンで1タップすると音量の調整ができて、長押しをすると曲送り、曲戻しっていうのができるんですけど、ちょっと操作がね、まあ複雑というかね、煩雑になってるかなっていうところはあります。ボタンが多いんでね。であとノイズキャンセリングボタンがあったり、電源ボタンがあったりっていうところで、結構ボタン操作が多いので、慣れが必要かなと思います。で、他のヘッドホンを使ったりとか、しばらくこれを使ってない期間があると、操作って結構忘れるので、ボタン操作が多いとちょっと複雑に感じるかなっていうところはあります。だけど、まあ、そんなもんかな。音質も、まあ、8000円台、1万円以下とは思えないぐらい、まあ、しっかりと楽しめる音質になってるし、ノイキャン、外音取り込みもしっかり使えるし、まあ、装着感も軽いし、通話もしっかりできるし、これ結構ね、費用対効果としては抜群に高いんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、ということで今回はですね、アンカーの最新のノイズキャンセリングヘッドホンのサウンドコアライフ Q30 っていうね、モデルをレビューしてみました。まあ、初めて購入するアンカーの音響機器だったんですけども、結構ね、わかりやすい音で楽しいかなっていうふうに思います。初めてノイズキャンセリングヘッドホンを買ってみたい人にはこれおすすめできますね。まあ、よりいいヘッドホンを使っている場合は、まあ、これを購入する必要はないと思うんですけど、初めて買う人は、これを購入しても全然満足できると思いますし、まあ、サブとして使うのもいいと思います。これはね、安くていいものランキングとかを作ったら間違いなくね、これはランクインしてくるヘッドホンかなっていうふうに思いました。ぜひ参考にしてみてください。これね、予約して購入したんですけど、もうすでに Amazon で在庫がないっぽいんですよ。これもう人気すぎて今在庫がないっぽいので、まあ、欲しいものリストとか通知のチェックとかをオンにしといて、まあ、入荷したら購入するっていう形にするといいのかなというふうに思います。ぜひ参考にしてみてください。この動画良かったら高評価、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。